飛び道具となんかこうアジトでみんなで語るみたいなと、うん、なんかいいセットになってるんだよ。でもやっぱいい時間だったなって思うよ、あのチビの頃とか。だから萌えがいはあると思う、うん、なんか俺の器問題っていう言葉が好きで、うん、全部片付ける。なんか Ladies and gentlemen, welcome to North Village!今回の本は僕の中にとってもすごい意味がでかいし、うんうん、めちゃめちゃいい本ができてきたじゃないですか。できたね。だからこれをなんとか全国回って広めたいなと思っていて、うん、でおそらく発売が9月10月ぐらいになって、うん、あゆみさんが全国ツアーが年末ぐらいにある、ね、11月ぐらいね、ぐらいですよね、うん、そこもぜひ同行させてもらったりとか、うん、あとその発売前後ぐらいにも自分たちでそういうイベントやったりとかしながら、うん、こういう話をね、うん、全国でこのくだらない話をしょうもないやつしょうもないやつ、ね、して回れればね、うんうん、より僕のざまみろ感が、ね、広がるなと。でもなんか昔ちょっと結果出して書いてた時と、うん、今まあそれなりに2人でさ、うん、またちょっとずつジャンルは違うけど、うん、まあまあさ、うん、世の中っていう意味で見ればまあまあみたいな、うん、昔よりはだいぶこうそういうなんかやらかしてきたことのパワーは上がってるじゃん、うんうんうん、でもめっちゃしょうもないこと書いてるじゃん。死の者言わずやっちまいぐらいのメッセージしかない。でもそれは言うなれば重要なことなんだけど、実は、うんうん、で実例が書いてある、うん、変ななんかマインドだけじゃないっつうか、うんまあ、大体やったことが書いてあるから、うんなんか俺余計読んだ人がマジこんな感じでいいのっていう、うん、なんかいろいろ今なんか世の中で起業とかいう言葉の、うん、まあ良さでもあるのかもしれないけどなんかめんどくさい話が無限についてきたり、うん、ビジョンとミッションとなんとかをちゃんとしてからみたいな、うん、1ミクロンもないからね。そうなんですよね、うんまあ、後付けで何とでも言えるけどね、うん、だけどその時はさもう気合いですみたいなね熱くねとかやばくねとかそう本当そうですよね。でも後から言おうと言えばいくらでもそんなもんはつけれっけど、うん、だいたいでもさいい感じの感じってやっぱそういうとこから始まってて、うん、でも面白いのはこれ今回共著で、うん、2人別々のパターンが出てることも面白いよね。そうっすよね、うん、それは面白いと思う。2人とも金もコネもスキルもないみたいなところで、うん、1人だけだったら、うん、まあそれはあゆみさんだからとか、うん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 、それはたまたまあゆみさん何かに引いたからとかって、うんうんうん、そういう免罪符が読んだ人にできちゃうじゃないですか、うんうんうん、いやいやいやって同じようにやったら、うん、同じように苦戦して同じようにいい感じになりましたよみたい な説得力2倍みたいな。そうそうそう逃げ場ないみたいな。そう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 、リンシャンプーみたいな。どうなんだろうなその例えは。説得力に、ね、そうそう読んだ時にその面白さは興味あるところ。いやそうですよね、うん、これはたまたまなんとかだからとかこれはこの人が引いたからとかこの人が才能がどうだったからというのが、うん、そういう隙間がないですからね、うん、あとこの俺が興味深いのは結構ちゃんと考えれば考えれるのに構成とかを、うん、このゆるさでいく感じ。店はっしょい本はっしょい結婚じゃね今やってんのマチュピチュ店でさっていうなんかこうすごい繋がってそうで繋がってないんじゃねこれなんかその無理くりビートジェネレーションで崩れてるみたいな。そうそうそうなんかこういいなっていう。そうですね、そうですね。でもまあなんか温度感は伝わる本になってるから、うん、あこの温度感でいけば別にそういう事前準備必要ないのねみたいな、うんうん、こう持って生まれたもんなくていいのねみたいなのはしっかり伝わるんじゃないかなと思ってるんで、うんうんうん、あと結構そのオンタイムのマチュピチュ展が最後に来てるからそれ読んだやつもあマチュピチュとかやっていいんだったら俺ちょっとオーストラリア展ぐらいはサクッといきますわ的な。マチュピチュ OK だと思うどこでも OK じゃんっていうね。だいぶ俺も何語っていうところが入ってまだまだマチュピチュ展もやっと軌道に乗って利益が出るようになってきて、うん、ここからがまたどう広がっていくかとか楽しみですし、ね、あとこの共著の本が世に出てそこからいろんな人と出会ったりとか新しいプロジェクトが生まれたりとか、うんうん、楽しみですよ ね読んでなんかあ俺なんかちょっとこういうこと一緒にやりませんみたいのが、うん、また始まってくるのが逆に楽しみっていうか、うん、ある種宛先のないラブレター的なところは本ってあるから、うん、なんかねそれで終わってなってくれて何かやりませんとか何かやろうぜみたいなのは始まると思う。またそれも楽しみ。そうですよね、うん、あゆむさんなんてそればっかでいろんなプロジェクト生まれてますもんね。ほぼ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 全部それ。そうですね、飲みの場でそういう人たちと本で遠距離ボール投げてなんとなく会ってやっちゃうなみたいな感じでなんかやっ
ってみたいな。そうですね、うん、そのそれがまた本になって、うん、みたいな。なんかやっぱり本と店っていうかアジトとなんか本みたいな。そうですね、うん、飛び道具となんかこうアジトでみんなで語るみたいなと、うん、なんかいいセットになってるんだよ。そうですね、うん、なのでぜひこの本をね手に取った人たちは何かしらまた面白い感じで、ね、絡んでいけたら面白いですよね、うん、読みながらくだらねえとか言ってほしい。バカじゃねえみたいな。もう読んでる時点でお前もバカみたいな。そうですね、でも結構あやっちゃおうかなみたいな気には、うん、なるんじゃないかな。なのであの全国のね、うん、人たちの書店の皆様も、うん、ぜひ広めるご協力いただければと思ってます、うん、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。面白かったね。茶の間で見た時にどういう印象を受けるか。なんかいきなりぶっこんできてるなとこいつらと思うかもしれないけど、前振りがねえなみたいな。結構バランスよく綺麗に。本当ですか今。バランス。どんだけバランス幅広いんだよ。まあでもどうにかなる。こうまとめはできそうな雰囲気あるよね。ビジネス用語ゼロだったね。いやでもなんだかんだで俺なんか今さちょうど子育て終了記念で旅してるじゃん、まあ、19、21だから。でもやっぱいい時間だったなって思うよ、あのチビの頃とか。だから萌えがいはあると思う、やっぱ取り返せはできないから。うん、だからなんかそういう意味では、ね、いろいろこうぶつかってるっていうか、なんか、ね、向き合っとく価値があるっていうか、うん、なんかでもだんだんいい意味でだんだんいい感じで勝手にやりだすわけじゃん。まあそれはね、そうなってほしいしさ、うんうん、だからいい意味でこうなんかガキンチョの時っつうの、うん、なんかあのワールドって相当短いじゃん、うん、もうなんか小学校入ってちょっとってきてなんかやりだしたらなんとなく自分っぽくなってくるしさ、うん、だからなんかいろいろおもろい時期だから向き合ってなんかいろいろ怒っちゃうのはなんかナイスみたいな。なんかいい時間みたいな。人生の中で限られたこのナイス時間。でも俺はなんかそういう時の大きな意味では思考回路としては、んなんか俺の器問題っていう言葉が好きで、全部片付ける。なんかそれも俺の器がただアップして、そう魔女を使わなって、それ正しいかどうかも全部さておき、奥さん魔女を使わなみたいな、なんかいや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 みたいな、なんかもう俺の器がまあね、マジいい感じでいこうぜみたいな、みんな大変だったら、でも俺が何とかするからみたいな。そうするとでも逆に攻めないから自分で変更してくるっていうか、なんかちょっとそう戦い系がめんどくさいじゃんね。どっちが正しいとかももう一切子育てとかないじゃんね。家庭の話でなんかどっちがどうとかなんか結論がないから。で青が好きか赤が好きか話じゃん究極。だからなんか落としどころがあんまりなんかこう正しいとかなんないじゃん、ね、ビジネスってその辺ちょっとだけ分かりやすいよね。なんか結果儲かる儲かんないとかまだあるけど、うん、どうなんか特に家庭ネタはなんかもう決め事にしてた。うん、なんか面倒くさいから、なんかいろんな問題は全て俺の器問題みたいな、似てるかも。俺も、うん、もう全部許すって初め決めてるから、うんうん、全部許すって言ってんのに、うん、もう仮に奥さんが人を殺しちゃったとしても、うん、自分だけは許して味方に許って言いしてるから、殺人 OK なのにこんなちっちゃいこと許せないな、許せないからイラついてんでしょって自分で言われすると、うんうん、あちっちゃいなまだっていう、うん、そこで自己解決みたいな感じ。まあ、うちのルールで、うんまあ、お金稼ぐのは仕事、うんうん、家のことは奥さんの仕事で子育ては2人の仕事みたいな分担がしてるんですけど、だから仕事が忙しいから子供の例えば運動会行けないとか、うん、どうこうっていうのは子育てをサボってるんですよねっていう、まあ、暗黙のルールがあって、うんうん、そんな中まだ駆け出しの頃に窪塚君と2冊目の本を作る時に、うんうん、まだ窪塚君事務所所属してて、うん、で海外行って本を作るって言って、うん、やっと期間を。初め1週間なんとか取ってくれ、いや1週間足りないですねって、うんうん、1冊作るんでせめて2週間取ってくださいって言って、うんうん、なんだかんだ調整して取ってもらったんですよ、うんうん、で来週じゃあ海外行くっていう時に奥さんに、いや実は窪塚君と本作るんで海外行ってスケジュール取れたんだって言って、うんうんうん、いつから行くのって、いつまでって、あダメだわそのスケジュールって言われて、うん、えなんでって言ったら幼稚園の運動会がその日だわってかぶってるから変えてもらってって言われて、うん、いやでももうすっげえいろんな人に動いてもらってチケットも取ってて、うん、もうこれどうしても動かせないんだよなって言ったら笑いながら、うんうん、いや幼稚園の運動会もっと動かせないから
ていうふうに言われてですよねってなってもうしょうがないから、うん、もう行った先で最後の3日間ぐらいかな、うん、窪塚君に謝って、うん、幼稚園の運動会場所取りに並ばなきゃいけないから先帰りますって小塚くんタイに置いてでそのまま成田空港着いて朝一のでそのまま幼稚園にタクシーで行って場所取りで並ぶっていうすごいねあそうなんだ大学さんはなんか基本何も口出さないし文句言わないですけど子育ての例えば運動会は家族で応援した方がいいよねみたいな、うんでそんなしょっちゅうそんなイベントあるわけじゃないじゃんみたいな、うんうんうん、でもうち子供3人いるじゃないですか、うんうんまあ、それであるんですけどあるよあるんですけど、まあ、そんぐらいの時は家族優先するでしょみたいなでそこをそっちを優先しないと多分ものすごい不満がたまるからそこはもう家族最優先にしないといけないから、うん、だから窪塚君を海外に置いてこれだけ帰ってそのまま幼稚園並ぶっていうその現場で来ただとかの必要性が相当薄いよねああそうか俺その辺は楽だな、まあ、逆に言えばそこだけなるほどなるほど、うん、逆にでも奥さんはそこで保ってるとこあるんだろうね、うん、そこは約束できてるっていうことで、うん、細いこと言わなくていいやってなってんだねもう本当その家族的に OK なら何でもいいわけじゃんだからそこのなんかルール感みたいなとか、うん、奥さん的OK っていうかツボっつうか、うんうん、そういうのをなんか俺もすごく意識してるないっぱい話して、うん、なんかあそこがツボなんだみたいな、うんうん、なるほどねみたいなそうそう、うん、大ヒットベストセラー作品を数々生み出す出版社を作った2人の男がタッグを組んだ異例ともいえる2つの出版社によるコラボで作り上げたのは夢を叶える最強の攻略法最新刊高橋愛夢北里洋平死の子の言わずやっちまえああそうですねいつかは自分のお店持ちたいですね俺こう見えてめっちゃ本読むんですけどいつか自分の本出してみたいですね今はちょっとお金がないのでできないんですけどお金が貯まったらやりたいですねいやまだ有名じゃないんで有名になったらですかね死の子の言わずやっちまえ自由であり続けるために俺らは夢で飯を食うもうノリノリでぶっちぎる感だよねどうにもならなくなったらどうにかなるしかないから原稿何も書く前から出版社を書かれるわけだからそういう憧れの人たちに全部出した上でそこにドーンと自分の自転があるいや俺は生きてりゃ無敵なんすよどうにもなるじゃん人生なんて世の中のためになるとか成功につながるとかっていうことと1ミクロも関係ないところで必死になってる父ちゃんとママが楽しそうに生きてないと自分も大人になったら楽しくなくなるんだなって思っちゃうじゃないノースビレッジが一番小さい年ロマンチックだよねって言ったら他に負けてもいいやっていうねマンチプチューでしょうか自由も幸せもなるものじゃなくて感じるものだからなっていうことだよねやりたいことを仕事にするために自由奔放荒唐無稽な2人の叶え方出版社創業編飲食店開業編結婚子育て編南米マチュピチュ出店編2人が示したのは情熱と行動力だけで何度も夢を叶える再現性金なし、コネなし、経験なしという同じ条件で2人が別々に同じ夢を叶えたからこそ証明できた奇跡のメソッドもしかしたらこれが夢を叶える最強の攻略法なのかもしれない高橋歩、北里洋平、最新刊死の子の言わず、やっちまえ2024年11月1日、全国書店にて発売 Amazon で絶賛予約受付中 Thanks so much for coming Please go home safely And don't forget to always Welcome